よし、見つけた。コロナ、なぜだ、なぜ殺す、なぜ戦う、なぜそっとしておけないんだ。なぜカララさんを殺した。カララさんの理想主義が遺伝を抑える鍵だったかもしれない。なんだ、ロゴタウの異星人か。これは異星人の言葉が聞こえるのか。カララは本当に死んだのか。あの光の中、なんだ。脱出しましょう、コスモ。カララとジョリバを救出した。え、カララとジョリバを救出したんだ。感謝に任せろ。了解。遺伝はどうすんだよ。ハッチには電気を流しておけ。バリア代わりになる。了解。遺伝音ガンが使えりゃ。うわあ、くそー。カララは、あれは何の光だ。うわ、全ての始まりがあのカララだから私には分かる。ルー、ルー、ルー、目を開いてちょうだい、ルー。あー、なんとかなりそうだ。ちょっとオーバーヒート気味だったんだ。急いで、ゲージが上がってくる。本当か。しかし遺伝の流れが偏っている。モニター、何があるんだ。ルーじゃないのか。カララだって見つかっていないんだぞ。カララさん、カララさん、コスモ、中に入りましょう。ここではルーが、あれか、ハルル様のおっしゃる輝きは間違いない。ポイントだ。ビーム発射、アス、出る、トップ。パワーが上がったぞ。ゲージが輝いている。さすがキラルルとトロロフだ。直撃を加えてくれた。妙だ、キラルル、あの輝きはビームの直撃によって起こるのとは違う。確かに爆発による光ではない。何だと思う、トロロ。バリアなのか、カララ。ルーとお腹の赤ちゃんが。コスモ、一体どういうことなのかしら。わかりません。お腹の赤ちゃんがルーに会いたがっていたって言っていましたね。だから、なんでしょう、バリアが出たり。それがイデの力を発動したの。より純粋な防衛本能をお腹の赤ちゃんが発揮してくれたんでしょう。その赤ちゃんとルーは分かり合えるのかしら。乗ってください。ブリッジへ帰りましょう。ええ、攻撃直前の拡大写真です。カララだ。この輝きがバリアとなっているというわけか。カララはこう宿しているという。その上赤ん坊を抱いている。そこにバリアか。イデ発動の中心と考えてよろしいかと。でなければザンザルブのビームの直撃を跳ねのけるなど考えられません。
勝ったな、我々は。は？ハルル様。そうだろうが、先のジョング隊の攻撃は闇雲の特攻であった。カララと赤ん坊だけを狙えばよいと分かればことは簡単。私も出る。ハルルさんですね。カララはどこか。私は前にカララさんを殺そうとした女です。でももう今はあの人は殺させません。小娘が死ね。ラッタ、お下がり。トロルフがやられ。カララ、ラッタ、ハルル姉さんか。姉さん。カララ、よくも抜け抜けと。カララはどこ行ったの。左舷の艦を叩いて。カララ、すべての元凶が己だということをあなたは気づいているはずです。二つの地球の人々が憎しみ合わなければイデは目覚めなかったことを。その元はお前が生んだのだ。こいつ。子供は下がり。嫌だ。お分かりになりませんか。憎しみは滅びの道です。ロゴダウの異星人を倒せば済むことよ。そこまでおっしゃるなら、私は姉さんを殺し赤ちゃんを産みます。ロゴダウの異星人のベスの子を産みます。おお、撃ってみよう。裏切り者の女の撃つ弾が当たるものかよ。ゲスが。やったな。子供はいい。ロッタとカララが死んじゃったよ。カララとロッタが。ロッタが。しまった。ベス、敵がそっちから回り込んだのよ。なぜわからなかったの。無限に新しい敵がデスタートしたぞ。コスモ、急いでくれ。よし、はたり、対艦隊戦だ。デオンガンで相当させろ。いかがですか。大したことはない。バイラル人が来たのか。はい、この船を包囲しているようです。脱出します。やってくれ。すごい数の艦隊だ。よし、イデオンガンで相当する。エネルギー良好。良だな、順調すぎると。はあ、コスモ、聞こえて。なんだ、聞こえる。カララを守れなかった。ごめん。なんだと。カララが死んだわ。バケロー。でも、どう考えたらいいの。こんなことってあるの。いくらなんだって変よ。これはベスさん、悲しんでないで教えてください。これがイデのやることなの。感謝、教えて。イデの力ってこういうことなのね。どうしたのラッポ。カララのお腹の中の赤ちゃんが生きているのよ。本当なのか。気味が悪いくらい元気に動いているわ。まだ4ヶ月にもならないお腹の赤ちゃんなのよ。どういうこと。イデの発言なのか。この暖かい光は。キラル、何の光だ。はい、わかりません。磁気反応、放射能反応、時空反応、すべてありません。電気的なものでもないようです。力のない光なのか。力、エネルギーがない。それはこの暖かさ、緩やかな輝き、なんだ。亜空間解除した艦隊はキャッチできるか。はい、バイラル人機関の主力艦隊が正面にあります。バイラル人につけよう。はい。父に会ってみたく思う。ベス、第二波攻撃が始まった。母さん、ここは任せるぞ。バフクランド生き残りは入れるなよ。はい。さ、ラポ、頑張って。カララの赤ちゃん、メシアとルーを守るのよ。戦いは終わってはいないわ。
生き残ってる人ここに呼んでこようか。カーシャ、無理よ、まだ敵はいるらしいし。ベスのところから艦内無線機を借りていらっしゃい。他の人はバリケード作りよ。ねえ、カララはちゃんとメシアのことわかるのかな。どうして？だってまだメシアは生まれていないのに、生まれたらわかるのかな。え、わかるわよ。カララはお空のお星様になって見ているもの、絶対にわかるわよ。そうか、お星様になって見てんのね。ならメシアが生まれてきてもカララにはわかるから、メシアはお母さんのところには行かれるんだね。難しいことわかっちゃうのね、アシュラ。お星様か。そうよ、みんな星になってしまえ。ダメ、ミチャ。なぜだ。顔だけ狙われてめちゃめちゃなのよ。デク、向こう行ってろ。いいよ。綺麗だった人がこんなに。でもなぜソロシップのバリアがカララに働かなかったのかしら。ルーとかメシアのせいじゃないのかな。え、イデはカララよりメシアを大切にしたんだよ。そうだな、デク。イデは大人より子供や赤ちゃんを取ったんだ。そして未だにメシアを生かし、ルーとも話をさしている。なぜ。より新しい生命だからだろう。そうか、新しい生命。わかったぞ、イデがやろうとしていることが。え、イデはもともと知的生命体の意志の集まりだ。だから俺たちとかバフクランを滅ぼしたら生き続けるわけにはいかないんだ。だから新しい生命を守り、新しい知的生物の元をイデは手に入れようとしているんだ。地球に流星をぶつけて滅ぼしたのはなぜ。悪しき心をなくす。イデは良き心によって発動するって伝説はこのことだったんだ。そしてルーやメシアのような純粋な心を守り育てて、イデの残る力で良き知的生命を復活させる。じゃあ私たちはなぜ生きてきたの。死ぬかよ。道を間違えないだろうか。もうあの子たちの時代です。任せましょう。お腹の赤ちゃん感じるんですか。まさか。でもいっそなら感じるかもしれないわね。そうなの。試しに触ってみて。あら、ガルル。やだ、カルルの手冷たいわ。カルル、本当なんですか、赤ちゃんがいるって。私にはわからないのよね、まだ。そう、わかるのね、カルルは。すごい。いいわよ。すいません。オリファーさんがいるんだ。
新しい命の中に。とても素敵なことですね、マーベットさん。そうよ、とてもすごいことだと思うわ。うっそ、お前にはメッチェのところに行ってもらいたいんだよ。僕はあなたを好きにはなりませんよ。悪あがきだよ、坊や。楽しませてもらったね、坊や。わかるわ、鶴の音がどこから鳴っているか。坊や、かわいいよ。もう一息だけ遊んでやるから。ウッソがいたぶられているの、わかるわよ。また白いやつ。私は遊んでやってるんだぞ、ご賞。ウソ、ハンガーとブーツ、ノートでも使いなさい。V2 のブーツはどこだ。ふざけてんじゃない、鈴を鳴らさないで。そんな小型のファイターが何になるんだ。早い、みんなキロチンで一刀両断にしてやる。なんだ、一つの命の中に二つの命があるというのか。なぜだ。